まあいつも薄暗いダンジョンにこもってばかりじゃね。たまには羽を伸ばさないと。さて、最初はどのお店から入ろうか。ことはないわよ。それにキリトがいれば、今まで気がつかなかったことに気がつけたりするかもしれないじゃない。思ったことを教えてくれるだけでいいのよ。それだけで十分参考になるわね、シリカ。それはそうかもしれませんけど。まあそんなわけだから、さあキリト、こっちこっち。いいから。はい、黒の剣士1名様、女の園にご案内。ああ、そっか、説明してなかったわね。今日のお昼から6時間だけ女性用装備のバザーが行われるのよ。女性プレイヤー全員にメッセージが飛んできてるんじゃないかな。このチャンスを逃すわけにはいかないでしょ。流行の服とか掘り出し物も出るみたいだし、ゲームとはいえおしゃれには気を使わないとね。で、質問だけど、アスナのイメージって何色だと思う？アンケート。いいから気楽な気持ちで答えてよ。ちょっとリズ、なんで私のイメージから聞くのよ。まあまあ、まずは夫婦からってね。何よそれ。どう、キリト、アスナは何色？で選んだアスナの下着よ。どっ、あら、好みじゃなかった？それともリズ、キリト君もあんまりからかわないでよ。はいはい、帰るって言い出されても困るしね。まあまあそう言わずに、まだアスナに対しての意見しか聞いてないし、次はシリカの聞こうか。私ですか？いいですよ。私は自分で決めますから。ほら、これとかどうでしょう？あんた、結局キリトに意見求めてるじゃない。あ、ごめんなさい。さあさあ、早く買い物しちゃいましょう。いいものはすぐになくなっちゃうんだから。キリトはそこに立っててね。みんなからの質問が来たらちゃんと答えるように。リーファちゃんってサイズ大きいよね。ちょっと羨ましいかも。
でください。こんなの邪魔なだけですって。邪魔なだけ、モテるものだけが言えるセリフよね。リズさん、どうして私を見ながら言うんですか。いや、神様は非情だなって思って。そんな慰めいらないです。あ、この下着シノさんに似合うかも。私？ほら、この肩紐のデザインとか、あとこっちの控えめなフリルとか。でもこれ、ここの部分がちょっと透けてない？あ、本当です。ちょっとエッチでした。だいぶ買い込んじゃったわね。整理してきたアイテムストレージがもう半分も埋まっちゃった。でもお財布は軽くなっちゃった。ちょっと使いすぎちゃったかも。けど、いろいろ収穫がありました。その、キリトさんの貴重な意見もたっぷり聞けたし。私もママに可愛い下着買ってもらっちゃいました。まあ、たまにはこういうのもいいわね。あ？何言ってるの？まだ一軒目じゃない。女の子のお買い物は一日がかりなんだから。当然でしょ？男性代表として意見をしっかり頼むわよ。あと、持ち物いっぱいになった時は荷物係としてもよろしく。さあ、次のお店にレッツゴーです。秘伝の書をくれた NPC 鍛冶屋のところに行ったら、この間の本の一部じゃないかって渡されたの。まったく東大元暮らしよね。
帰ってから読もうと思って。この紙切れと今まで手に入れた秘伝の書を合わせると一つのアイテムになるみたい。うん、ちょっと待って。じゃあ合わせてみるね。確か武器を使う相手と思うって切れてたのよね。で、その続きはと。ダメ、私が先よ。武器を使う相手との絆、互いの思いの強さが切れ味となる。思いっていうのは何か有効値とかの隠しパラメーターがあって、それが影響してたってことなのかな。確かにあの時私はキリトのことだけを考えて武器を作ったけど、私の思いがあの剣を強くしたってことだよね。私のことを思ってくれてたって。それって少なくともチャンスはあるって。それはそのだから、目を閉じて。